皆さんこんにちは、レアルステイト清塚店の水谷です。最近お客様から頭皮ってこれの？と言われるんですけども、頭皮はこります。なので本日は頭皮マッサージについてご紹介させていただきます。本日もよろしくお願いいたします。物を食べたり喋ったり何かを考えたりと常に動いています。しかも最近は、携帯で小さな字を読んだり動画を見たりと常に凝っている状態になります。目の周りや肩、首の筋肉などとも密接な関係であるため、肩こりや、首が凝っている方は頭部にストレスや疲れを溜め込みやすくなっています。頭部が凝ってしまうと、脳が圧迫されて肉体的、精神的な不調を招くこともあるんです。では頭皮が凝ると何が良くないのかと言いますと、まず集中力が低下したり、健康な毛が生えにくかったり、あと肌にも悪影響を及ぼすということがあります。集中力が低下するについてですが、頭の凝りは筋肉が硬くなって血液の循環が妨げられて、脳からの適切な信号を送りにくくなっているので、イライラしたり集中力が低下したりなどがあります。続いて健康な毛が生えにくいですが、頭皮は毛を育てることばかりではなく、頭皮を育てることもすごく大切です。血管を拡張しても新鮮な血が循環しにくい状態では大変です。頭皮のコリが髪の毛に与える影響はすごく大きいのです。肌にも悪影響ですが、頭と顔は同じ皮膚1枚でつながっているので、頭が血行不良を招くと肌にも悪影響を及ぼします。前側と後ろ側の筋肉でバランスをとっているのですが、頭が凝り筋肉の弾力が失われると、おでこはたるみ、まぶたが重くなったりと顔全体のたるみにつながってきます。ではここから頭皮マッサージのやり方をお伝えさせていただきます。まず指の腹を、ここの生え際に当てて、おでこを意識して頭頂部に向かって2から3秒引き上げて、またゆっくりと戻していきます。これを10回ぐらい繰り返してください。少しずつ場所、生え際の場所もずらしていってください。しっかりと頭皮を動かすことを意識してください。次に耳の上周辺に指の腹を当てて、くるくると上に向かって小さく円を描いていきます。耳の周りしっかりとほぐしていきます。これも10から15回回していってください。次につむじなど頭頂部や後頭部のマッサージをしていきます。頭の上にまた指の腹を当てて円を描いていきます。これも少しずつ場所を移動させていきます。後ろもしっかりと円を描いていきます。気持ちいいと思える圧で円を描いていってください。これはだいたい20回ぐらい行ってください。次に指先で頭全体をトン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 と叩いていきます。
まんべんなく叩いていきます。最後は、指の腹に少し圧をかけて優しくスーッと流していきます。簡単なマッサージですが、夜寝る前などに、ぜひやってみてください。ここで頭皮の色味チェックをしていきます。透明感のある青白色の頭皮は健康的な色です。黄色の頭皮は頭皮に疲れがたまったりすると老廃物が蓄積し黄色になってしまいます。まばらなピンクは炎症を起こしています。危険です。次に頭皮のタイプ別を見ていきます。まず頭皮が硬いカチカチタイプさんはストレスにより体に余分な力が入って常に緊張している状態です。デスクワークでパソコンなどに長時間向かい合っている人がこのタイプには多いと思います。体が硬く、さまざまな部位にもコリを抱えやすいので要注意です。続いてぷよぷよタイプです。ぷよぷよタイプは頭皮に指先を置くと沈みやすいですが、弾力はあまりないという方です。体内の老廃物や毒素、余分な水分を運び出す体液であるリンパの流れが滞っています。むくみや疲れ、だるさを感じやすいです。次はカサカサタイプです。カサカサタイプは頭皮が乾燥してカサつきやすく吹き出物が出ている方です。頭皮に水分が少ないため乾燥してしまいます。肩や首のこりを常に感じている人が多いと思います。自分の頭皮を他の人の頭皮と比べることは少ないため自分のこりに気づきにくいと思います。首や肩、顎などに疲れが溜まってきますと、その周辺の筋肉が凝ってしまい、頭皮も動かなくなり、凝りにつながってしまいます。頭皮が凝り、硬くなってしまいますと、お体やお肌に悪影響を及ぼしかねません。ぜひ寝る前に頭皮を優しくでも大丈夫ですので、マッサージしてあげてください。本日もご視聴くださりありがとうございました。この投稿がいいと思った方はグッドボタンもしくはチャンネル登録、そしてメッセージもお願いいたします。本日もご視聴くださりありがとうございました。